2月10日虎ノ門日照ホールで第36回日本消防協会定例表彰式が高松の宮殿下高松の宮妃殿下をお迎えして行われました。表彰を受けられる方々、永遠にわたってのご苦労、そうして皆さん方を孝子のお礼なく思う存分活躍をせしめられました。埼玉県秩父市消防式典では246団体8823名が表彰の栄誉に輝きました。特別表彰の10団体には大変豪華なまといが贈られました。なお今回から消防業務に長年積極的な協力をしてきた人の功労に報いるため特別栄誉賞栄誉賞が創設され、佐川急便グループ佐川清会長と東京佐川急便渡辺博康社長に贈られました。感謝の意を表します。本消防協会会長佐川です。表彰の後ご臨席の高松の宮殿下から祝福のお言葉が関係者に贈られました。消防隊員の皆様方は平素家業の傍ら誠に崇高な任務であり重要な仕事でありますから、今後とも一層精励されるように期待いたします。万歳を参照いたします。万歳。